皆さんこんにちは、谷口のうてるです。私ですね、皆さんご存知のように AE85 をね購入して今いろいろとコツコツとやってる途中なんですが、その回の時の、コメントに富宅さんの魔改造なんとかをとかっていうコメントがねめちゃくちゃ来てたんですよ。で今日その富宅さんのところにやってまいりました。早速お話伺ってみましょう。富宅さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。手足が逆ですね。すいませんちょっと緊張して。ありがとうございます。すいません、早速、はい、見せていただきながらお話を伺いたいんですが、はい、よろしいですか。あ、いいですよ、大丈夫です。はい、はい、じゃあシャッターオープン。はい、来ました。お、これが噂の、はい、そうです。ここにあるのが、はい、そのエンジンですか。そうです、これが大体の完成したような状態で、こっちでも入ってるんですよね。入ってます。でもう一機今あります。ほうほう、はい、これを、はい、富宅チャンネルで紹介したら、はい、どうしてもこのエンジンを作ってほしいという方が、はい、ちょっと何人か現れまして、はい、もう僕もねもうそんな商売でどうのこうのやってるわけではないんだけど、その方の思いを形にしてあげようかということで。つまりご自身のではなくて。じゃないです。ああ、なるほど。これはもう熱心なこのエンジンファンの方です。じゃあ、うん、まるっきり同じものですか。これ 4A ベースです。 4A、 つまり86のエンジン 4AG。4AG ベース。こっちのは？これは 3A ベース、はあはあ、だから1500。なるほど、うん、さてこちらのエンジンですけども、はい、どういうことがしてあるんですかね。これ大まかにざっと言いますと、これもともと 3A っていうエンジンは85のエンジン、はい、シングルカムのターンフローって言って、はい、吸気がこっちから吸って排気がこの下から排気するようなエンジンなんだけど、はい、要するにシリンダーヘッドをガラッともう違う車種のシリンダーヘッドに乗せ替えることによって、はい、しかもオートバイなんですよね。オートバイ、はい、これハヤブサのヘッドです、はい、そのハヤブサのヘッドを乗っけて、はい、要するに 4AG と同じようにクロスフロー化して、はい、ツインカムの4バルブにして、そういうことをやってます。85のノーマルエンジンって、はい、83馬力、はい、がこれしたら何馬力ぐらいになるんですか。いやそんなに、でも排気量が一緒なんでね、はい、まあよく出てればよ、うん、150馬力くらい出たらいいかなと思ってるんだけど、倍ぐらいにいってたら、倍ぐらいいってたらまあすごいですよね、排気量がねそのままで。まあ この、うん、この辺のその辺の詳しい話は、はい、富宅さんのチャンネルでやってるんですよね、はい、そうです、富宅チャンネルを見ていただければ、そこら辺はもうちょっと詳しいことを知りたかったら富宅さんのチャンネルを見ていただけたらいいなと思います。なんでこんなことしたんですか。これなんかチャレンジ魂が、まあそう、そういうこと。エンジンの出力を上げるにあたって、はい、やっぱり一番大事なのは燃焼なんですよ、はいはい、もう難しい話じゃないけど、はい、燃焼を良くするとやっぱりトルクがグッと上がってくる、うんうん、だからそれを、実験するにあたって、うん、もうその 4A のヘッドを乗せたんであんまりちょっと芸がないなと思って、遊びでやるんだったらもうちょっと他の人がやらないような、うん、なんか面白い試みでできないかなっていうで、いろいろ物色してたら、うん、おちょっと待てよ、このヘッドが乗りそうだっていうことになって、うんうん、似てるだけで全く違うんですよ、うんうん、だけどそれをまあ形にどうにかやったっていうような、この腰下、このヘッド、はい、こっから上をバイクのエンジンを使ってるわけですよね。はい、このつくもんなんすか。いやそりゃつくっていうか、もうつけるっていう方でしょうね。それはシリンダーヘッドとブロックを締めてるボルトの位置からも全く違うので、はい、もうそれも全部加工し直したりとか。埋めて掘るんですか。そう、あともう水穴が全然違うでしょ、はい、だからそれも加工をして、でピストンが出てきて、うん、いわゆるそのこの下真下の位置とか合 う, そ う, そう合うんですか。いやそれも違うんです実は。そうですね、そうだからそこはもう微妙にこっちのヘッド側を調整したりブロック側を調整したり、ヘッドとブロックでこうどういうかな、つじつまをどうにかこうにか合わせながら、でカムも全然違うじゃないですか。全然違うカム、これはチェーンで回ってるんですよこのエンジン、はいはい、だけど 4A 系は、ね、タイミングベルトで回ってるから、はい、この方ならこのタイミングベルトとカムチェーンをどこでどういう風にこう折り合いをつけるとかとか。デスビなんかも自作。これは何のデスビ？これは自作です。これ用に作りました。デスビって自作で作るもんなんですか。いやいやもう作るしかないんで、ないんで、ね、なんかの車を持ってくるわけじゃなくて、ではなくて、はい、そうそう作ってます、作ってます。他にこれじゃあなんか自作で作ったものなんですか。もういっぱいありますよ、はい、このタイミングベルトのこの部分なんかも全然
もうベルトも専用だし、はい、もうスプロケットも専用だし、はいはい、うん、もうそりゃいろんな部分がもういっぱい壁にぶつかりながら作りました。全くもって合うわけないものをつけちゃってるわけですね。だからこれ人が真似しようと思ってもできないですね。そう、それはあれよ、単純にハヤブサのエンジンをこれポンって乗っけてしまった方がそれは楽でいいんですよ。楽でいいんだけど、間違いない、その方がそれはいいんですよ、それはいいんですよ、それの方が、うん、いいんだけど、はい、それじゃあね芸がないんで。ちなみにこのヘッドにしたら、はい、何回転ぐらいまで使っていいんですか。もう MSD、うん、点火装置が正直1万1000回転までしかマップがないんです、はい、だからそこから上がもうないから1万1000付近までしか回らないんだけど、はい、一応そこまでは回したことがあります。1万1000回転、うん、だけど万超えしたよ、万超え、はい、ヘッドは、はい、だってハヤブサのヘッドって1万5000回転まででしょ、はいはい、だからヘッドは全然持つんですよ。その下です、下がもう下がもう多分、ね、もう大破するともうあんまりやるとですよね、うん、でも1万1000回した、でも 回したし、はい、やっぱりね7000以上からのトルクがもう 1500cc なりに出ます。まあそのあたりはもう乗っていただいてどうだかっていう、俺が乗った時に壊れないでほしいな、ね、さて、こちらですけど、富宅さんのガレージなんですけども、富宅さんって何されてる方なんですか。まあ、基本的にはもう工作が大好きなおじさんなんですけど、クラッチとか LSE で有名な OS 技研っていう会社で開発の仕事もさせていただいてるんです、うん、でそれをもうずっとあの昔からあの開発畑にいて、もう日中は OS 技研で開発をして、夜は自分でやっぱり物を考えて作るのが好きだから、もうこういう工作機械をもう20代の頃から揃えてて、うん、でもう夜は夜で自分の夜の研究室みたいな感じで、もういろんなものをこう開発して没頭してやるような環境で。え、じゃあこれ趣味、趣味です、これは趣味で揃えてます機械を。へえ、そうだから、もうだから若い時にもこれは買ってましたね。基本的にはなんかないものを、はい、思いついたものを作るのが好き。そうです、もうあの誰もしてないものを作るっていうのが好きで、いわゆる分かりやすく言うと、はい、変態、はい、もうそうですね変態です、俗に言う、あ、変、はい、変人、変人、変人、変態、そう言われると嬉しいという感じですね、どちらかというとね、はい、で、できたものを今ね、こう YouTube とかっていうのでみんなに見ていただける場があるから、はいはいはい、じゃあそれをやる過程を全部出していくとどうなるかなっていうのでね、で、あとは今この今度は 4A ベースで作ってるそのエンジン、はい、4AR って勝手に僕は呼んでるんですけど、はい、できたエンジンをここでエンジンをかけた状態でかかってきちっと回って、うん、あのちゃんとあの動くかっていうのを、確認したい、うんうん、でそれにはそのオーナーさんも呼んできていただいて、うん、でオーナーさん立ち会いのもと指導式を行う、そういうスタイルを取ろうかと思って、ここで、はい、車に積んで回すんではなくて、ね、そこにあるそのエンジンにガソリンと電気とで排気つけて、そうセル回してかけてみると、そう、へ、はい、そういうところまでやろうと思ってます。ちょっと、はい、サウンドを聞かせてもらってよろしいですか。大丈夫ですよ、お願いします。はい、かかってよ儀式が必要なの。いや、儀式が、儀式が必要です。ここら辺の音がめっちゃかっこいいね。どうですか、こんな感じですね。もう8号じゃないね8号とはちょっと違いますね、感じがね。いや、サウンドかっこいいですね。あ、サウンドはね、まあでも1500なんでね、はい、あ、これはいい音、いい音というだし、いい吹き上がり。では早速乗らせていただきましょう。はい、おお、なるほど。明らかにもう、
3A ではないですね。 3A ではないでしょ、はい、明らかにね、はい、それはあると思います。 3A はもうまったりどこにも面白みのない映画ですもんね、うん、そうですそうですそうです、はい、ですよね、うん、これいいのはね、クーラーがまだ効くからいいでしょ、これはね。確かにちゃんとね、ちょっと、うん、四輪の、うん、なんかあの改造エンジンと、うん、オートバイのサウンドの間の辺っぽいですね、うんうん、あ、完全にバイクの音というよりは、うん、そうだね、ちょっと四輪側、ね、かもしれないですね、本当にでもバイク寄りのようなサウンドのような、うんうんうん、あでもね、なんかこのトルクのところもなんかちょっと違う感じしますね。あで、うん、あの変なノイズサウンドとかないですね。ああ、そう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 。それもないと思います。いや、いいじゃないですか。うんうんうん、とりあえず今、うん、普段使いみたいな使い方して、なんだ問題ないですね。問題ないですか。うん、おうおうおう、あのいい感じですよ。あ、いい感じですか。楽しい楽しい。あ、本当、うん。そうですか。さっきあのノーマルのバイキンに対して倍ぐらい出てほし、うん、出ててほしいなっつって。うん、出てんじゃないですかね。あ、出てますかね。はい、そんな感じします、ね、しますします。おお、1500にしたらまあまあ走るかなと思われます、ね、思います、ね、ああよかった、はい、そうやって言ってもらえれば、僕は他あんまり知らないんで。今これファイナルが 3.7 で、さらに大男が2人乗ってますね。だから、うん、だいぶ苦しい状態なんですよ。でこの感じだから、うん、乗ってみられて良かったですか。はい、良い、良いと思います。良かったです、はい、もうそう言っていただけると。このエンジンを今、はい、4AG でオーダーしてる人に、うんうん、あのぜひちょっと伝えてほしいんですけど、ええ、完成したらちょっと乗らせてもらえませんかと。そうだね。さあこちらのね、魔改造8号、はやぶさ の, あのヘッドが乗っかった 3A エンジン乗ってみましたけれども、あのねかなり気持ちよくいいですよ。あのサウンドだったり、なんかこの回転のこの鋭さ、キレだったりとか、そういうのが本当にあの一般の普通の 3A エンジンからまるでまあスポーツエンジンとかのレーシングエンジンになっちゃったみたいな変化ぶりなんで、とにかくね、気持ちいい。だからせめてファイナルが 4.3 に変えて乗ってみたらバカ気持ちいいんじゃないかなというふうに思います。それにさらに褒めポイントとしては、このエンジンにしたからといってなんか我慢しなきゃいけないところがなくて、使いやすいし、サウンドいいし、キレいいし、パワー出てるしで、かなりこれは出来がいいと思いました。僕の8号に住みたい気はすごくしてます。今飛びたくさんがいませんが、欲しいこのエンジンということでですね、今回こちらの富拓さんの魔改造8号乗らせていただきましたが、富拓さんのガレージにいろんなお車があったので、そちらもですね次週お送りしたいと思います。これね、フェラーリの 512BBI っていう車、ここにランボルギーニと書いてありますが、そうです、はい、そうなんです、はい、これランボルギーニのエスパーダっていう車、S30Z、 本家の通り、はいはい、確かに音が変わるのは分かりますね。あるでしょ、